始まりました。ダンサートーク。ダンス大好きママダンサー MC のさやかです。明けましておめでとうございます。イエーイ。新年一発目、私言ってましたね。去年の YouTube から言ってました。2022年からはいよいよ教える側をやろうかと、講師の方をやろうかとね、いうことで、ショートや、あとはインスタグラム、ツイッターなんかでもね、告知しておりました。さやかのダンスレッスン、2022年からやるので、ウェルカムです。いろんな人来てくださいっていうことでね、告知を打ってですね、朝開催しても終わったんですけれども、現在はね、もう午後なんですけども、午前中だったので、その後は急いで、ランチ食べて、長男ね、小学校がもう来週から始まるので、それの文房具を揃えたりとかでちょっとお買い物しに行って、下の子をお迎えに行ってですね、今帰ってきたんですけれども、せっかくだったらね、年明けの一発目の、まあ、仕事始め、2年ぶりの仕事始めだったんですよ。どんな様子かっていうのも、ちょっとだけ、本当にちょっとだけ、カメラも回しましたので、それをね、ちょこっと見ていただこうかなと思います。だから本日ちょっと短い動画なんですけれども、入り口の方でね、カメラ持って、レッスン受けに来てくれた方をお迎えして、撮ったりとかしたので、ぜひ最後まで見てください。では、どうぞ!おはようございます。久しぶりです。ちょっと聞いて、道野さん、今日の参加者一人です。やばくない？イエーイ。逆に なんで来てくれたの？そういやさやかちゃんの練習を受けたかったから決まってるじゃん。もうさあ、ほんとにありがたいよ。言ってよ。そんなのなんか誰か誘ったのに。うそ。だからかな。本当にありがたいって感じで、今日ちょいちょいさ、撮ると思うけどよろしくね。モザイクをかけて撮ってほしい。どうも、明けましておめでとうございます。一発目ダンサートークのレッスンなんですけれども、本当にですね、いろんなミスが生じましてですね。ミスで、2022年こそはちょっと頑張って働いていこうと思ってね、こんなんだったんですけど、頑張るぞダンスみたいな感じだったんですけど、唯一来てくれた参加者のみかさんで、よろしくお願いします。ゆきゆき、本当プライベートレッスンみたいになっちゃった。よろしくね。イエーイ。はい、というわけで、もうなんと一人しか来なかったという、逆に一人来ていただいた道野さん、なんて優しいんだっていうことでございました。現実って厳しいなと思いました。しかもね、この日前日に結構な雪が降って、これ雪の影響で道野さんすら来られへんってなったら、ほんまに私もう広いスタジオでもう三角座りになって、もうポツンとしたサムネ撮ろうかなみたいな思ってたんですよ。もう誰も来ませんでしたみたいな、仕事始め誰も来ませんでしたみたいなサムネにしようかと、ほんまにそうなるんかもしれへんと思って焦ってたんですけど、本当に水野さん、決して近いわけじゃなかったんですけど、来ていただいて本当にありがとうございましたということで、一人しか来れなかったということで、やっぱ反省点も私やっぱございまして、今回金曜日開催だったんですね。1月7日ってことはね、金曜日開催、実は平日だったんですよね。っていうのは、私なりには理由があったんですけれども、今、私の状況っていうと、まだ下の子が3歳で付きっきりなんですね。昼間、平日の昼間もずっと付きっきりで、唯一一時預かりだったりプレスクールっていうところを使って、なんとか週に2から3回はこう預けれるかなっていうスケジュール、平日だったら週に2回だけ預けてるんですね。なので私の狙い目としては、やっぱり平日のタイミングで早い時間のお迎えなので、もう2時半とかにお迎えに行かないといけないので、なるべく早く切り上げて平日の午前の時間にレッスンをしたいっていうのが、まあ私の視点としてはそうだったんですけれども、ずっと家にいてやることないな、だから家事と育児しかしてないな、なんか運動したいな、ダンスしたいなっていう、私みたいな生活リズムのママが来てくれるかなと予想して、平日の日中にしたんですけれども、今回行きたかったけど行けないわっていう LINE をちょこちょこねもらったんですよ。その理由というのがですね、皆さん結構働いてるの、働いてるお母さんが本当に多くて、
いや平日は働いてて行けないよっていうね、土日開催だったらまだ行きやすいかもっていう意見がちらほらあったんですね。それは知らんかった思ってお子さんのね、月齢とかによると思うんですけど、やっぱ0歳育児、1歳育児とか、ちっちゃいお子ちゃまの時はね、やっぱ1年ぐらい産休取ってるお母さん、働かずに赤ちゃんとの時間、家におる時間が多いっていう人が多いのかなと思うんですけど、やっぱちょっとね、こう保育園行き出しましたとか、幼稚園行き出しましたで、あとはもう小学生、上のお子さんも小学生とかになってくると、結構もう働いてるんですけど、がっつりっていうお母様が結構多くて、まあ、いいことなんですけどね、女性の社会進出がね、増えた世の中になってきました、増えたそんな時代になってきましたけれども、私も平日に働きたいっていうところで平日に予定を組んだんですけれども、そうすると他のママたちのお仕事ともバッティングしてて、やっぱ行けないというところで、土日開催が良かったのかね土日開催、これもさ、自分で主催してみてさ、知ったことなんですけど、やっぱ土日開催だとちょっとスタジオ代高くなるよねそうです、平日だとちょっとねスタジオ代が安かったりっていうのもあったんやけど、みんな土日開催にしてほしいんかみたいな、ちょっと経費高なるなみたいなで思ったけども、受け手の声からすると土日がありがたいとっていうところだったので、あ、そうなんかと。で、もう一個、二つあって、二つ目が、自分の子供の小学校がまだ冬休み中なんですよ。だから、日付を設定した理由の一つとして、冬休み中のダンスイベントっていう意味合いも込めて、まあ、小学生の子が、レッスン受けに来てもいいし、みたいな、踊、ね、今ダンスしてる小学生の子も多いですから、小学生の子がママと一緒に踊りに来てもおもろいじゃんと思って、冬休み中のダンスイベントと思って、でこれを売ったら来てくれるかなって思ったんですけど、今日からね学校が始まるよっていうお子さんのご家庭もいらっしゃって、えみたいな、学校なみたいな、だから来れないじゃないですか、学校やってたらもちろんとか、と思って、それも知らんかったと思って、だから学校、小学校によって、あ、もうスタートしてる小学校もあるんやと思って、いろんなね理由が重なってね、なんかみんなこう来にくかったみたいですね申し訳ない、勉強不足でございました、リサーチ不足っていうんですか次からは失敗せんとこっていう気持ちもございましたね。小学生から本当にママまで全然踊りに来てくれたら面白いかなと思うので、楽しいかなと思うので、来月2月の方もね、今回の反省を生かしまして、土日開催でね、スタジオが取れ次第また告知します。 YouTube や Instagram、Twitter でも告知しますので、毎月ね、月に1回ずつとかでできたらどうかなと思ってるので、皆さんよかったら踊りたいタイミングで、来れそうなタイミングで来てもらえればいいかなと思います。はい年始からなんか本当に私らしい動画になってしまいましたどうも、働くってね大変ですね、本当にね。でもどんどん失敗を恐れずに、今年は行動していこうと思いますので、今年もダンサートークをよろしくお願いいたします。ほなまた来月はよかったら踊りに来てくださーい